トウモロコシの草丈の遺伝の研究優勢は、優性生殖の遺伝に関する現象である。一つの遺伝子座に異なる遺伝子が共存したとき、形質の現れやすい方と現れにくい方、リセシブがある場合、優勢の形質が表現型として現れる。優勢、劣勢という表現は、優れた遺伝子、劣った遺伝子といった誤解を招きやすいことから、 2017年9月より、日本遺伝学会は、優勢を、健性劣勢を、先生という表現に変更することを決定し、教科書の記述も変更するよう、関連学会と文部科学省に要望している。一般的な植物や動物においては、遺伝子は、両親から、それぞれ与えられ、ある表現型について一体を持っている。この時、両親から、 同じ遺伝子が与えられた場合、その子は、その遺伝子を、ホモ接合で持つから、その遺伝形質を発現する。しかし、両親から異なる遺伝子を与えられた場合には、子は、ヘテロ接合となり、異なる遺伝子を持つが、必ずどちらか一方の形質が発現するとき、その形質を優勢形質という。二倍体の生物において、性染色体以外の常染色体は、 オス親とメス親から受け継いだ体の遺伝子を有する。対立遺伝子を A と A の2種とした場合、この遺伝型は AAAAA の3通りがある。A と A の影響が等しければ、この表現型が AA であったときに AA と AA の中間等になるはずだが、多くの場合そうはならず、一方に偏った表現型となる。このときに AA の表現型が AA と同様の場合、 AA の表現形を劣性形質といい、AA は A に対して優性遺伝子、A は A に対して劣性遺伝子という。優性遺伝子に対して大文字を使い、劣性遺伝子に対して小文字を使う表記法はよくある慣習である。優性は優れた形質を受け継ぐという意味ではなく、次世代でより表現されやすいという意味である。劣性は 劣った性質という意味ではなく、表現型として現れにくいことを意味する。優勢は優勢学と混同されやすいが、全く別の言葉である。子優で性染色体の数が異なるために生じる反省、遺伝の場合、子優で形質の発現に差が出る。例えば多くの哺乳類では、オスには X 染色体が一つしか存在しないため、劣性遺伝子があれば、 必ず形質が発現する。その一方で、メスは X 染色体を2つ持つため、その両方に劣性遺伝子が存在しなければ発現しない。例えば人の色覚異常がある。優勢という言葉は、広い意味では対立遺伝子の組み合わせで表現型が変わる現象全般に対して用いられる。優勢について初めて系統だった報告をしたのは、グレゴールメンデルである。 メンデルは時間をかけて、遠藤の7つの対立形質について、純形の品種を選び出した。例えば種子が丸型かシワか形、鞘の色が緑色か黄色か、などのタイとなる形質である。メンデルは7つの形質のそれぞれについて、タイとなる形質を示す品種を交雑させた。するとこの世代では、対立形質の一方のみが現れた。 例えば丸い種子とシワのある種子からできた個体を交配すると、この世代の種子はほぼすべて丸くなった。メンデルはこの実験の解釈として優勢、劣勢という概念を導入した。その後、この雑種第一世代を自家受粉させると、第二世代では祖先の形質が再び現れ、その比率は3、1となった。これに関してメンデルは、 遺伝因子が二つに分かれて、粒子的に遺伝するためと考えた。優性を A、劣性を A と書くと、純系品種は AA、AA のように二つの同じ因子を持つ。それを掛け合わせた、雑種第一世代ではすべて AA の組み合わせとなり、雑種二世代目では AA、AA、AA イコール1、2、1となる。この時、 AA と AA の形質の区別がつかないため、分離比は3、1となる。メンデルは優勢、劣勢を絶対的なルールとは考えなかった。例えば、インゲンの花の色に関しては、雑種の花の色は、純系の親よりも薄くなると報告している。メンデルの研究は後に再評価されて、メンデルの法則と名付けられた。メンデルが遠藤で報告した優勢劣勢の関係は、 優勢の法則と呼ばれたが、完全な優劣が現れるのはむしろ例外的だと考えられており、現在は法則とは呼ばれないことが多い。なお、メンデル自身は法則という故障を使っていない。不完全優勢の例。赤花の遺伝子 R と白花の遺伝子 R が交配してヘテロ接合、RR で中間のピンク色の花となっている。ABO 血液型。 赤血球の表面にある抗原のタイプによって A 型、B 型、AB 型、O 型に分かれる。一つの遺伝子座で対立遺伝子がヘテロ接合になっているとき、一方の形質のみが現れる現象が完全優勢である。現れる形質が優勢で、現れない形質が劣勢である。通常、単に優勢といえば完全優勢を指す。完全優は、 例えば、エンドウの豆の形に現れる。エンドウの豆には、丸型とシワ形があるが、丸い形質が優勢となり、ホモ接合でもヘテロ接合でも種子は丸くなる。シワがつく形質は劣勢で、ホモ接合の時の未種子には、シワがつく。優劣関係が明瞭ではなく、ヘテロ接合の表現型が、ホモ接合のそれとは異なる場合、不完全優勢という。例えば、 赤い花をつける、純系品種の金魚層と、白い花をつける、純系品種を交配すると、中間のピンク色の花をつける。ピンク色の花を自家受粉させると、RR、RR、RR イコール1、2、1となる。対立遺伝子がヘテロ接合になったとき、どちらか一方ではなく両方の形質が現れる、現象を、共有性という、人の血液型が良い例である。 人の ABO 式血液型は A 型、B 型、O 型、AB 型の4つとそれらの亜種がある。これは両親から受け継ぐ遺伝子の組み合わせをもとに決定される。ABO 式血液型の対立遺伝子には ABO の3種類があるが、組み合わせの遺伝型が AA、または AO になった時には A 型、BB、または BO になった時には B 型、O になった時には、 O 型 AB になった時には AB 型という表現型にそれぞれなる。この時 A 型と B 型は O 型に対して優性形質であり遺伝子 O が劣性遺伝子 A と B は O に対して優性遺伝子であるが A と B の間には優劣関係がない。また血液型 AB 型の場合は A 型と B 型の中間の形質というより合わせた形質である。 大抵の場合、有性の性質は、その種の普通の形質であり、劣性のものはそうではなく特殊なものである例が多い。これは、例えば1遺伝子1酵素説で考えればわかりやすい。この説では、遺伝子は酵素の設計図であると見る。その酵素が作れることでその生物は、ある形質を発現できる。劣性の遺伝子は、その設計図が壊れたものと考えればよい。 その遺伝子を持つ生物はその酵素を作れないので、その形質を発現できず違った形になる。これが劣性の形質である。優性の遺伝子を持つ個体と劣性の遺伝子を持つ個体とが交配すれば、その子は優性遺伝子と劣性遺伝子をヘテルに持つことになる。その体内には正しい設計図と壊れた設計図が共存するので、 正しい酵素と壊れた酵素が同時に作られる。その結果、数が少なくはなっても正しい酵素が作られることにより、その形質は発現できることになるであろう。つまり見かけ上は劣性の形質は出現しない。ただしヘテロ接合となって酵素の量が減少したため、優性形質の発現に十分な酵素の量を生産できない場合もある。 この時典型的には不完全優勢となり、ハップル不全と呼ばれる状態になる。蒸気は最もよくある機能喪失型の変異である。一方で変異により、タンパク質の活性が上がったり、通常とは異なる機能を得るような機能獲得型の変異が起きた場合は、その新しい機能が優勢になる。この他に優勢阻害と呼ばれる、 変異型の遺伝子産物が正常型の遺伝子産物の働きを阻害する現象がある。正常型を阻害する効果が優勢なため、この名がついている。ドミナントネガティブは複合体を形成するタンパク質でよく見られる。多くのタンパク質は複数のタンパク質が組み合わさった多量体、またはオリゴマーの状態で活性を示すが、 複合体に一つでも変異体が入ると正常に機能しなくなる場合、変異型の存在により正常型の働きが阻害される。両親から受け継いだ一体の遺伝子のうちどちらかが正常であれば、確率的には正常な複合体も存在するが、活性は強く抑制される。例として4両体で活性を示す P53 遺伝子がある。集団遺伝学における適応度。 1A は A に対して優勢 2A は A に対して、劣性3半優勢超優勢 5F の超優勢単一材モデルにおける遺伝子型値。相関的な場合と優勢の効果がある場合集団遺伝学では適応度の違いで優劣を考える。適応度は個体が生む生殖可能な子供の数である。対立遺伝子 A と A がある場合、高い方の適応度を1とし、 相対的な適応度を考える。AA と AA の相対適応度の差を S とすると、以下の表のように表せる。H は優勢の程度を表すパラメーターである。優勢の度合いは、H の代償によって、以下のように区分される。H イコール1、2の時は遺伝子の効果が相加的な場合であり、半優性という。H、のは、ヘテロ接合が最も高い適応度を示し、 超優勢と呼ぶ。逆に、H1 の時は、ヘテロ接合が最も低い適応度となる負の超優勢である。量的遺伝学では、遺伝子の効果が、相加的な場合を基準とし、そこからのズレを優勢の効果と考える。例えば、稲の収穫量を決める A と A の対立遺伝子があり、AAAA のように A が増えるほど、収穫量が増えるとする。相加的な場合は、 A が一つ増えるにつれて同じ分だけ収穫量が増える。優勢の効果がある場合、A と A の関係は直線から外れる。量的な形質では通常単一材だけでなく多くの材の効果が累積する。ただし優勢の効果は材間の相互作用については考慮しない。材間の相互作用の効果はエピスタシスと呼ぶ。優勢は 一つの遺伝子座の対立遺伝子の相互作用によって起きる。これに対して異なる遺伝子座の対立遺伝子の相互作用をエピスタシスという。例えばペポカボチャの色には二つの遺伝子座が関与している。一組目の対立遺伝子では黄色が優勢で緑色が劣勢である。二組目の対立遺伝子では白色が優勢となり、 劣性の場合はもう一方の遺伝子座に従って黄色か緑色になる。この時二組目の白色の遺伝子が一組目の遺伝子の効果を覆い隠している。これを優性上位と呼ぶ。パネットの方形は遺伝を以下のように図式で表現したものである。初代の両親を優性遺伝子のホモ AAA と劣性遺伝子のホモ AAA とすると次のように遺伝する。二代目はべて 遺伝型はヘテロ AA で、表現型は優性形質となる。三代目からは優性遺伝子 A を持たないものが出てくるため、劣性形質が現れる。単一遺伝子の優性劣性で決定づけられる典型的な形質は単一遺伝子疾患である。例を挙げると、優性遺伝には多発性脳法人、劣性遺伝には低イコールサックス病がある。外見で、 判断できる人の一般的な形質のほとんどは、一つの遺伝子座の優勢、劣勢では決まらず、複数の遺伝子座や環境が関わる複雑な遺伝形式をとる。単一の遺伝子で決まる数少ない例として、耳垢が湿っているか乾いているかを決める遺伝子がある。耳垢が湿っている方が優勢、乾いている方が劣勢である。人の形質は単純な遺伝で決まるという神話が多数。 ルフしている。例えば親指が反る反らない、舌を巻ける巻けない、つむじが右巻き左巻き、といった形質が単一遺伝子の優勢劣性で決まるとする説があるが、実際にはそのような単純な遺伝形式ではない。髪の色や虹彩の色、一重、二重まぶたに関しても同様に単純な遺伝形式ではない。例えば、以下の教科書にはすべてメンデルの法則として、 分離の法則、独立の法則と記されているが、優勢に関しては、法則とは書かれていない。優勢の法則を法則と呼ぶことの問題点は、他にもある。一組の対立遺伝子がある形質に完全優勢を示しても、別の形質に対してはそうとは限らない。例えば豆の丸とシワを決める対立遺伝子は、その遺伝子が生産する酵素の量に注目すれば、完全優勢にはなっていない。 郵政、劣勢用語使わず日本遺伝学会が、言い換え、日本経済新聞、2017年9月15日、2020年7月28日閲覧。AB ジャンドゥシュ2015、P58、中村う2003、P41、竹部 K1993、P5、渡辺厚史2017、ゴ2010、安田徳一2007、 p 8 8 a b h e a r t w e l l 2 0 1 0 p 6 0 a b m ク c d o n a l d john hintroduction to the miss miss of human geneticshttp コロンスラッシュスラッシュ udel.edu スラッシュマクドナルドミスントロ html2020 年7月29日閲覧 a b m ク c d o n a l d john h イヤーワックスタイプ ミスオブヒューマンジェネティクス http コロンスラッシュスラッシュ udel.edu スラッシュマクドナルドミスナーワックス html2020 年7月29日閲覧マクドナルドジョン、H ・エイチヒッチハイカーエッサムミスオブヒューマンジェネティクス http コロンスラッシュスラッシュ udel.edu スラッシュ マクドナルド、ミスサム、HTML2020 年7月29日、閲覧。マクドナルド、ジョン・ H、タン・ローリング。ミス・オブ・ヒューマン・ジェネティクス、http コロン、スラッシュ、スラッシュ、udel.edu ス,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 スラッシュ。マクドナルド、ミス・チューンデル、HTML2020 年7月29日、閲覧。マクドナルド、ジョン・ H、ヘアワール。 ミスオブヒューマンジェネティクス、http コロンスラッシュスラッシュ udel.edu スラッシュ。マクドナルド、ミスヒアワール、html2020 年7月29日、閲覧。新川のりを、大田徹、吉浦光一郎で読み取ろした連記、正常多様性形質の分子遺伝学的研究、科学研究費助成事業、https、加減 2acjp、 JA, ファイル可見費プロジェクトマイナス -2239 万66、2239万66 22、成果 PDF。ありがとうございます。